なかなか今回はバランスが取れておりますね。ということで、レートを見ていただければわかると思いますが、1993まで上げてまいりました。どうもこんにちは、ライラです。ということで、やっていきます。マリオカート8デラックス4回目です。ドラゴンロードの 150cc ですね。では頑張っていきましょう。まあ2000に上がる直前ということで、今回はね、録画をしようかなといった感じですね。なんとかね、2000台突入したいね。普通にね、個人的にちょっと遊んだりしておりました。やばいやばい、混戦してる混戦してる、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。とりあえず投げとけとりあえず投げとけ。あー、ちょっと遅かった。前には行かせませんよ。 OKOK、 仕留めた。とりあえず、わあ、それ当たるのね。ギリ回避できたかなって思ったんだけど、連打しちゃった。まあいいや。なんかすごいごつい車乗ってんな。もう飛んでいいのかな。もう飛んだよね。でここで飛んでいきましょう。そしたらバンカーですね。バンカー、バンカーじゃねえか。バンカーではないな、ゴルフかなみたいな感じだけど。とりあえずアイテム入れ替えして、トゲいきましたね。1個順位上げたいよ、これきっかけに。ここダッシュした後に使う。 OK で1人抜く。 OK で減速して、減速して、しっかりとぶつからないように曲がっていきましょう。大丈夫よ大丈夫よ、勝てる勝てる勝てるっていうか、いやーちょっとこれは待機しよう。 OK、 このキノコ大事だね。このキノコ大事だけど入れ替えるべきだな。ここはダブル取ろう。 OK 取れた。お、いいんじゃない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 。で赤コーラ投げてくれたので、いや待って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 、危ねえ、2位だ、ありがとうございます。いやー運良かったね。さすがに2位取ったから上がるんじゃない、2000に突入するんじゃないかな、念願の。ようやくパート4にしてレート仙台を卒業できるという感じだけど、 OK、 ありがとうございます。2000超えました。さあということで、2レース目はハイラルサーキットの 100cc です。やっていきましょう。さっき150だったんだけどな。まあいいでしょう。やっぱ特徴なのはコインじゃなくてルピーになってるところだよね。あとアイテムを取った時のルーレットの音とか、宝箱を開けてる音だったりとかね、まあその辺はもう皆さん分かってることなんでしょうけど。そういったね、なんかちょっと遊び心といったような要素も含まれてるっていうあたりもね、すごい素敵なポイントですよね。ということでやっていきますよ。今取られたんじゃないかなって思ったけど、ダブルアイテムよかったよかった。でたまに真ん中開くんだよね。ちょっと今回いけませんでしたが、なんとか3周までに1回ぐらい見れるといいな、真ん中も。とりあえず破壊ね。 OKOK、まあ、今のメガホンはね、アイテムとかをね破壊したり、まあ、衝撃波で相手をね吹っ飛ばしたり、あとはトゲゾウも壊せるんで、1位で持ってるといいアイテムですね。よりトゲゾウ回避できる限られたアイテムの中の1個なので、あとはタイミングキノコでダッシュしても避けられるっぽいんですけど、あんまりコツつかめてないんだよね。その辺もねしっかりと覚えていきたいんだけども、ちょっとバナナ剥がしてくんないかな。剥がれてるよね、今剥がれてるよね。 OK、 じゃあ打つ。うわうわ、同じこと考えてる。その後置こうかなって思ったら、置きボムしようと思ったら先に置きボムされた。やばい、置きボムしちゃう。あー投げちゃった。いやーちょっと待って、その位置やばいよ。よかったよかったよかった。自滅するとこだったよ今。危な、これは一旦入れ替えかな。まあいいや。やるよ、今10ルピーあるし。
ちょっと取れませんでしたね。ちょっとこれは厳しいものがあるかもしれないけど、まあ、しっかりとねそのあたりはカバーしていきましょう。なんだって今1位ですから。トゲが来なければいける、トゲが来なければいける、トゲは来ない、大丈夫だ。強い思いがあれば来ないんだよ。真ん中開かない。開かない、仕方がない。頼む頼む頼む、このまま来るな、トゲ来ないでくれ。1位取らせて、1位取らせて。最近調子いいんですよ。自分で言っちゃうみたいな感じだけど、 OK、 ありがとうございます。レートどれぐらい上がるかな。なかなかバランス取れてる部屋だから。そうだよね、まあ、でもこれだけ上がれば十分でしょ。次行きましょう。さあ、ということで3レース目はヨッシーサーキットの 150cc です。頑張っていきましょう。200ってどれぐらいのレートから出てくるんだろうね。4000とか5000ぐらいかな。まあでも今んとこ気にする要素はなさそうですよね、その辺は。選ばれたコースで勝つだけよ、勝つだけよ。勝つっていうか、まあ俺の勝つって意味、あのレートプラスだったら勝ちって意味ね。レートプラスだったら勝ちですからね、順位に関係なく。11位取ろうが12位取ろうが、レート上がってたらあの勝ちなんで、その辺よろしくお願いします。12でさすがに上がることないと思うけど、11はね、あのレートによっては多分あると思うので、部屋によってはね、なんか1万の人たちの部屋になんかなぜか巻き込まれちゃったレート仙台の人みたいな感じだったら、多分11位でもありえるんじゃないかなって思うんですが、どうでしょうか。しっかりとガードしていきましょう。 OK、インコース取りたいんだけど、ダブルアイテム取りたいんでちょっと外れます。ちょっとチャレンジしてみようか。ここ飛んでね行くとね、なんか早いっていうね、なんかタイムアタックかなんかの動画で見た。ちょっとできてるか怪しいんだけど、ちょっとそれっぽいことしてみたんだけど、どうでしょうか。いかがお過ごしでしょうか皆さん。コインも9枚あるからよっぽど大丈夫ですね。このまま乗り切りましょう。あ、ちょっとそのタイミングきつい。 OKOK で10枚にして、でしっかりインをついていこう。だけどダブル欲しいからちょっと外れて、ダブル取ってキノコを見過ごして、今キノコあったよね。もう一回やってみよっか。はい、とりあえずさっきより良くないってことはわかる。俺でもわかるぞそれぐらい。うわ、もう一個来る、マジか。もう一個来る、もう一個来る、きついきつい。後ろチェック、いるね、いるけど、これは大丈夫かな、キノコ持ってても。もし相手がトゲゾウ来たけどセーフですね。よかったです、ありがとうございます。え、めっちゃ調子良くない今日、やった。あのマップ見ればわかるんだけど、ヨッシーサーキットの面白いところって、一周回るとヨッシーが出来上がりって感じがまた面白いポイントだよね。というわけでプラスです、ありがとうございます。もう一個行こう。え、待って、今ゴールデンハンドルの人いなかった、やば。さあ、ということで4レース目はスカイガーデンの 150cc ですね。頑張っていきましょう、よろしくお願いいたします。パタパタが飛んでおる。パート1で走りましたよね、その時確か1位取った気がするんだけど、気がしなくもないんだけど、どうだっけ。とりあえずなんか上位取ったのは覚えてるんですが、上位取りたいね、スカイガーデン。さあさあさあ、うわ、何今譲ってくれた、なんか減速してたよね明らかに。大丈夫かい、ちゃんとご飯食べてるかな。あ、うわ、マジマジ当たるのか、投げちゃえ。
オッケーオッケー。リカバリーリカバリー。まあ、1位でメガホンはありがたいよ。で、おまけに赤コーラ持ってますから、これいけますね。アイテム奪われたりしなければいける。トゲ1回回避できるから、でかいよ。あまあな、人生そううまくいかねえよな。現実って厳しいよな。そういうもんだよな。ならばもう一回出すまでよ。ダブル取ってこう、ダブル。アイテムは。積極的に。で、トゲ来ちゃうんだよな。一回ぐらい見せたいよね、このなんかメガホンでぶっ壊すところ。あ、そのタイミング、なんかパート1の時と似てない?そのタイミング。来ましたよ。来ましたよ。やっぱ呼べば来るんだね、メガホンって。メガホンの一つや二つって。うわー、落ちたー。許さん。抜かすことは許さんって思ったけど、そんな近くじゃなかったね。持ってた方が良かったやつだ。やばい、結構ね、苦手なんですよね、この、イカ食らったりするときって。大丈夫か、これ。おありがとう。さりげなく譲ったんだけど、俺。オッケー。よしよしよし。しめしめ。作戦ですからね、大丈夫です。そういうもんです、マリオカートって。オッケー、作戦勝ちだ。で、ショートカット決めてコインを増やし、オッケー、ゴール。え、めっちゃ調子いい。いや、もうちょっといいまま終わっとこう今回。今日ここまでです。ありがとうございます。2000いけたんでよかったですね。まあ、こんな感じにね、個人的にも走ったりするので、突然レートが変わってたりすることもあると思いますが、まあのんびり気ままにマリオカート遊んでいけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です。